ライチームようこそ。はい、今日はですね、ウィズ大好き YouTuber のカズさんが来てくれました。よっよっ。はい、どうも、ウィズ大好き YouTuber のカズです。よろしくお願いします。ありがとうございます。めちゃめちゃ急なんですよ。もうこのね、急な展開というのは、カズさんの方のチャンネルで動画撮ってますんで、そちらに先見てもらった方が分かりやすいと思いますんで、見てください。はい。多分もうご存知の方多いと思います。うちのチャンネルを見てる方は。視聴者層は被ってると思います。いきなりね。トツしました、トツ。全然分からへんかった、あんまりうちの方は用意してなかったんですけども、せっかくなんでちょっと喋りたいということで、世間話的にビーズのお話になると思いますけども、はい、ちょっとね、話をしていきたいなと思います。会うのも初めてですよね。そうですね、うん、SNS 上でちょっとコメントし合ったりとか、うんはい、以前ハッピーバースデーの動画を作った時に出演のお願いして、はい、歌ってもらったっていうのはありましたね。そうですね、まあ、そういったぐらいの絡みでしたね、うん、ライブ会場でね会えるかなと思ったけどもなかなか会えなくて。そうですね、愛知来られたけど僕が行く日にちと来られてる日にちが違って会えなかったりとか、ね、こうやってね今日大阪に行って大阪来ると思ってそれがね狙いだったんですよ。まさかっていうのをね狙ってたんですね。いやもうピチピチですわ頑張って若作りしてるんで年齢が高いんでモテモテで今年はねプレジャーということなんですけども、はい、チケットは取れてますか？そうですね、一応エコパスタジアムの土日スカイエキスポの日曜日取れてて、なのであと1個狙うのがスカイエキスポの土曜日を今のところ狙おうと思ってるんですけどずっと落ちてます。そうなんですか、はい、当たるイメージなんですね。スカイエキスポキャパがアリーナしかなくて狭いんですよ、はいはい、で愛知県じゃないですか、うん、しかもプレジャーツアーということで、はい、結構倍率が上がってるんじゃないかなと思ってるんですよね。確かに今年のねちょっとライブの状況がねピアの有料のやつ見てると、はい、めちゃめちゃ当たってるじゃないですか。あ、そうなんです、あれすごい当たってます ね、あれ見るとチケット余ってんちゃうかなっていうのもあるんですよ、うん、だから今からまだ大放出する可能性はあるんちゃうかなっていうのと、ね、6500人で狭いと思いきや前回のハイウェイ X に、はい、結局1万人が入ったらしい。あ、なんかちょっとやったらしい、ね、そういう意味では埋めたら結構可能性あるんちゃうかなと思ってます。あなるほど、うん、一部の方はスカイエキスポの作りがこう角に前ステージを作ってたけど、うん、今回はステージの規模がプレジャーだから、うん、角に作れないんじゃないかって、そうすると逆にキャパ減るんじゃないかみたいなことを言ってる人もいたんで、そういった意味で絞られてたらちょっと辛いなとか。なるほどね、演出がね、うん、変わってきますもんね。そう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 、あ私の方はヤンマーのファイナルと福井が当たったんで、福井、あ、はい、初めて福井行くんですけど、遠いっすよね、結構日帰りできるんです。あ、そうなんですか、はい、へぇー、サンダーバード乗ったら行けるそうなんで、はい、でも今年はね、そんなに行かないですよ、このぐらいで。そうです、はい、思ってますよね。大阪とかは来られない。そう、大阪も考えてはいるんですよ。ファイナルが取れるんだったら行きたいなと、はいはいはい、やっぱり最後なんで、ね、ファイナルはやっぱもう集大成じゃないですか、うん、なのでまあ行きたいなとは思ってるんで、余裕がありそうだったら行こうかなと思ってます。ファイナルって、はい、ファンが全国集まってくる、ね、集まってくるんですよね。ここにいてほしい大阪で人に会うってことが今までなかったんで、それはちょっといろんな方に会いたいなと思います。このお店からも近いんですよ、長いよね。あ、そうなんですね。もう庭みたいな感じの場所、歩いて10分15分で行ける。あ、どうするんですか、その日はお店やる。一応今予定ではギリギリになって、3時ぐらいに閉めて現地行こうかなと思います。終わった後、終わった後まで考えてない。わ、考えてない。もう、こんななってる可能性。まあ、確かにそうですね。わーってなって、余韻に浸ってる中に戻ってきて、みんな来てくれるかもしれないけど、仕事ですもんね。誰かがやってくれるんだったらいいですけど。ここら辺が、かなり出来はやるかもしれないですね。ね、最後はちょっと大暴れしたいところですね。そうです。いや、もうベタやけども、はい、好きな曲。好きな曲。最近僕ね、好きな曲っていうのが、あるきっかけで変わったんですよ。今まで好きな曲何ですかって聞かれてたら、スティールアライブが結構パッと出てくる感じで、つわもの走るとか、メジャーに近いような曲、メロディーラインとかも、っていうのが結構好きですぐ答えてたんですけど、今は、It's Showtime。この It's Showtime っていうのが僕の中でめちゃくちゃ熱い曲になっちゃって、打ち上がった、めちゃ打ち上がったんですよ。ライブエラスの Day 3、黒瀬さん、水野さん出てたじゃないですか、はい、配信を見てる時に It's Showtime の時だけめちゃくちゃかっこいいなと思ったんです。黒瀬さんのドラムがいつもと違うっていうのがすぐ分かったんで、うん、何これめっちゃかっこいいじゃんって、うん、で配信終わった後も僕生放送やってたんで、毎週で、そこでもうあのドラム良かったからもう一回見てみんな、あの曲だけっていうぐらい好きだったんです。見てる方いるかもしれないんですけど、うん、僕あのクロスさんと水野さんにちょっとインタビューさせてもらったんですよ、はい、その時にも僕裏でそれを伝えたんですよ、はい、デイ3のめっちゃ良かったですって言ったら、うん、その言葉で酒飲むわとかって言ってくれてクロスさんがそんなん言ってくれて、もう伝えれたっていうのもあるし、今後ある出来事があるんですけど、ちょっとここ一旦カットで、はい、やってました、やってました、という
まだ公開できない内容なんですけど、僕がいつショータイムの、まあ、割とすごいことに関われるっていうことで、さらに好きになったっていう話です。ラーツなるな。燃えるわ。燃えるですよ。ベンジャーやってくれたらもっとやばいな。確かに。入ってきたら背乗りに。スイッチ入ってるでしょ。はい、入ってますね。逆に。最近は古い方に戻ってきて、財布いいっすよね。なんでライブやってくれないんだって気持ちが多くて、はい、ワイルドライフとかもそうやし、インダライフダンとかあの辺のアルバムの曲をやってほしいなって気持ちで今聞いてますね。いいっす、わかりますわかります。この時の気分によって好きな曲が変わりますから、うん、確かに。ね、やけどもプレジャーというのに今マイナー曲欲しい。なるほど、逆にね。そんな気持ちです。まあ、ここから、はい、いいですか、はい、はい。僕の印象、そのあっての印象じゃなくて、僕という存在を知ってからの印象ってどういう感じだったのかなと思って。知ったにってやろ、そもそも。もちろん YouTube で知ったわけなんですけども。あ、そうなんですね。2019年で、はい、じゃあニューラブあたりが、ね、やっぱりニューラブライブあたりの映像を見て、はい、あ、すごい面白いことやってる方がいるなと思って。印象的には好印象だったのか、その悪い方なのか。あ、好印象。あ、マジですか、ありがとうございます。あ、全然悪くない。あ、そうです、うん。そういうチャレンジしてる人がいるってことは、素晴らしいなと思って。SNS をね、されてる方いっぱいいるけども、はい、YouTube でビーズをこう特化してね、ついに出てきたかと思って。ああ。すごく衝撃やった。そうですね。うん、その当時はまだいなかったです。音楽系とかいっぱいいたけども、はい、バリバリ YouTuber さん的な要素がある、ビーズね、エンタメ系。あそこまでね、振り切ってやってるのは、はい、面白かった。で、あれを見て YouTube、こちのうちやりたいなっていう構想はあったんですけども、この場合はお店やってるから、YouTuber っていうよりも知ってもらうきっかけとか、つながるきっかけになればっていうので、始めたと思うんですけども、はい、すごく、なんか勇気もらった覚えがあります。わー、めちゃめちゃ嬉しい。僕の印象って、だいたい最初、なんだこいつっていう人が多いんですよ。よくよく見ていくと、なんか面白いことやってるし、なんか悪いやつじゃなさそうだし、で、実際会うまでは、なんだこいつだったけど、会ってみたら、なんかめちゃくちゃあの気さくだし、対応とかも丁寧にやってくれるし、っていう感じで言われるんですけど、映像越しのあれだと、お調子乗りの、なんだこいつみたいな、ものに映ってる人が結構いるみたいで。でもあの、配信もよくやってるじゃないですか。結構配信の方が、その自分ができる、そうですね。まんまやから、配信見てる方は、まあ、そんな違和感じゃないかもしれない。そうですかね、うん、生では見てないけど、はい、私残されてるから、ね、それ見てやっぱり近い感じするから、はい、今こうやって当てても初めてみたいな気がしないそうです、うん、イメージとそのままです。あ、そうですか、うん、ありがたいですね。皆さんもそうやと思いますよ。あ、そうです。知らんくせにやったりしてると、はい、違和感もあると思うけども、はい、そのままじゃないですか。そうです、僕知らないこと知らないそんな感じするから分かりやすいと思います。あ、ありがとうございます。学校はやっぱすごいですね、なんといったら。あ、まあいろいろ面白いなって思えることをできるだけやりたいなってなるんで、結構頑張ってます。数々のね、ヒット作品、ね、まあ、いろいろありますね。年末もね、年末もめっちゃ見てくれてるじゃないですか。なんかいっぱいありますよ。スッキリとかね、はい、見てくれてますからね。まあ、皆さん知ってると思いますけども、見てない方いらっしゃったらね、ぜひ見てみてください。お願いします。はい、この印象って感じですか。そうですね、大阪の人だなっていう感じ、うん、します。します。僕が、まあ、初めて YouTube を、で、その後に、まあ、やられて、正直、本当に、頑張ってほしいなっていう、なんかちょっと先輩風吹かすわけじゃないんですけど、ビーズを扱って一緒になんかやるんだったら一緒にこう盛り上がっていきたいなっていうのがあったんで、やっぱコラボとかもずっといろいろ考えてたんですよ。で、チャンミューとかもいろいろ企画はしてて、でもなかなか来る機会もなかったし、コロナをもう挟んだじゃないですか。そう、こういったのもあって、なかなかね、こうお店に顔を出したりとか前に来る機会っていうのもなかったんですけど、まあ、今回はね、ちょっとこういった、まあ、僕の勝手な思いつきで一方的に何もなく来てしまったんでちょっともう本当に戸惑ってるとは思うんですが、そう、今後はね、まあ、これを機に、まあ、ちょこちょこね、うん、あの、名古屋とかに来られる時があったら、まあ、またそこでも何かできたらと思いますし、いいね、僕がこっちに来る時もあれば、また寄らさせてもらいますし、いいね、なので、まあ、ちょっと一緒に盛り上がっていけたらなとは思います。ね、盛り上がっていきましょう。皆さんともにね、皆さんと一緒にもうビート盛り上げるっていうのを YouTube も見てもらえたと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ今日は、急でしたっけ、はい、いいですか、また負担感が出てるかもしれんけど、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、せーの。お疲れ。また会いましょう。バイ。